はい、どうもぬい散歩でございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけで、ちょっと急なんですけど、皆さん自分に合ったガットを選んでますか？僕はですね、最近大変なミスを犯しました。というのは、僕が教えてる人がガットを張り替えたいということで僕が選ぶことになったんですけど、テニスの感じを見て暴発が多いタイプの人だったので、まあしならせてね、飛びを抑えながら暴発を減らすように、まあ、バボラのブリオ125というかなり柔らかいガットをねチョイスして、まあ、さあ使ってみろと思ったらね、コロナのせいでテニスができなくなってだいぶ期間が空いて、まあ久しぶりにその人のテニスを見たらですね、めちゃくちゃのぐっちゃぐちゃになってたんですね。はい、新型コロナっていうのは日本経済をぐちゃぐちゃにするだけでなく、テニスプレイヤーまでもぐちゃぐちゃにして、それを見た僕のメンタルまでもぐちゃぐちゃにイラッとさせてね。でまあね、その人に、どうしたん、めちゃくちゃなってるやん、初心者やん、野球の打率レベルしかコート入ってないやんって言ったらですね、まあなんかガットが打ちにくいねんって、言われてね、いやそれ遠回しに俺のせいって言いたいんやんなって、もう喧嘩ですよ。じゃあガット変えようやってことになってね、次はそのナイロンでも真逆のゴーセンの AK プロのゲージ 1.31mm で太くて反発系の比較的耐久性重視のガットを選んで、まあこれでね自分の実力やってことに気づかせようと思ってね使わせてみたら、案の定ですね、ガットのせいでした。マジでね、あの見違えるぐらいストローク安定してるんですよ。まあでもね、それでももうちょっとガットに適応しろよって思ったんはもうここだけの話ですけど、ブリオの打ってた時っていうのはやっぱりねボールが滑る感じでなんか飛んでなかったんですよね。でまあそれはね僕の目論見的には当たってたんですけど、まあやりすぎた感じでした。でそれがちゃんと引っかかって弾道と飛距離が安定してるって感じに変わったんですね。はい、これは本当に申し訳ないと思いましたんで、この場をお借りして謝罪申し上げたいと思います。この度は、合っていないガットを進めてしまいまして、どうもすみません。いやー、しっかりね謝らせていただいて、やっぱりね謝れる人間っていうのは素晴らしいと思います。はい、というわけで今回の動画はダンロップからね8月に発売されるエクスプローシブスピンっていうポリのガットね、僕の V コアプロを97に貼ってもみまんと試合をしたんですけど、本当に自分に合ったガットを使うっていうことは大事やねんなっていうのを実感した試合でした。まあ試合自体もオムニなのでラリー戦が多いのでね、あの見応えのある試合になってると思います。少し長い動画にはなりますけど、ぜひ最後までお付き合いください。それでは本編どうぞ。はい、というわけでね早速実況解説やっていきたいと思うんですけれども、まああの今回僕ダンロップのストリング2種類使いました。エクスプローシブバイトと、このスピンですね、今回の動画で使ってるスピンを、使ったんですけど、あえて僕このスピン合ってない方のガットを、使った試合を、皆さんに見ていただいております。一言で何が合ってないかというと、もう硬すぎる。はい、あの今回ダンロップって4種類のポリのストリング発表してるんですよ。で、ツアーとバイト、これがね結構柔らかいらしいんです。でバイトは実際柔らかかったし使いやすかったです。でそれよりも、ツアーの方が柔らかいということなんで、もっと使いやすいんじゃないかなと想像してます。で、一方で2種類このスピンと、スピードっていうのがあって、これが硬い、めちゃめちゃ硬いんですよね。はい、で、まあ製造国も見たら、前の2つは日本なんですけど、このスピンとスピードに関してはドイツで作ってるみたいなんですね。でダンロップってもともと海外向けにストリングはずっと作ってるんですよ。あんまり知られてないかもしれないですけど、それで今回8月から、まあ、あの日本にも展開していくっていう話になってるわけですね。ほんで、まあ、あの僕がいつも使ってるテクニファイバーのブラックコードファイヤーっていうオレンジのガットがあるんですけど、そのガットはねやっぱね今の僕の、プレースタイルとあとラケット、V コアプロ97に一番今合ってるかなと思います。でそれに一番似てるのは、バイトですね。形状はねバイトが三角形でブラックコードファイヤーが六角形なんで、形は違うんですけど打球感がすごく、似てますね。で形状で一番似てるのは今僕が、動画で使ってるこのスピンなんですよね。
スピンが一番形状似てるんですけど、硬さはもう全然違います。圧倒的にスピンの方が硬く感じました。こんなんばっかり言ってたら本当にあのダンロップさんの悪口ばっかりに聞こえるかもしれないですけど、ただ単純に僕の V コアプロ97に、合ってないガットを貼ってるっていうだけであって、あの別に悪いガットとは言ってないんでね、そこは絶対間違えないでください。でも正直やっぱりね、ポリの中でも柔らかいポリを使う方が僕の動画を見てくれてるリスナーさんにしてみたらおそらくレベル的にも、その辺が合うんかなと思います。このスピンと、まあもう一個使ってないですけどスピード、これはなかなかね合わない人が多いかなというふうに思いますね。それはもう多分ダンロップの方も分かってると思うんですよ。売れ筋は絶対ツアーです。本当にね、僕のチャンネルある程度の影響力はあるチャンネルだと、思って、これを言ってます。圧倒的に僕がおすすめするのは、バイとツアー、この2つですね。スピンとスピードはまあスピンしか使ってないですけど、使った感じなかなか一般の方向けには、難しいガットなんじゃないかなと思います。どちらかというともうめちゃめちゃパワーがあって、現役の大学生とかそっち向きのガットかなと、思ってますね。でもね、まあ、考え方変えたら逆にダンロップって親切だと思うんですよね。ポリだって4種類しか出てないんですよ。他のメーカーやったらもうちょっと種類出てると思うんですけど、なんか炭焼けっていうのが結構似たり寄ったりっていうところのガットが多かったりもする中、完全にね炭焼けができてるようなガットなのかなと思いますんで、その面で考えるとダンロップって非常に親切なんじゃないかなと。本当に、僕が使っても、おすすめできるガットとおすすめできないガットっていうのははっきり、皆さんにお伝えできますんで。でもね、本当に1回は使ってもいいガットなんじゃないかなと、思います。はい、ここまでです。僕の僕の営業トークはここからは、いかに自分が合ってないガットを使うことが愚かであるかっていうことをお伝えしながら試合の解説をしていきたいと思います。ここからはもうブレーコーということで、とにかくこのエクスプローシブスピン、何が僕に合ってないかというと、飛ばないっていうのが一番ですね。全然飛ばないボールが、なんて言うんでしょうね、引っかかりが結構いいんですよ。引っかかりが、でもボールが持ち上がってくれないから、ネット手前でボールがお辞儀してしまう、これが最大の要因ですね。僕のマイガットであるテクニファイバーのね、ブラックコードファイヤーは、ある程度柔らかいので反発性もあるんですよね。だから、いい感じにボールが伸びていってくれて、それでいて一応スピンガットなんで落ちてくれる、その辺がいい塩梅になってるんかなと、いうふうに思ってるんですよ。こういうミスね、伸びてくれないんですよ、先に落ちてしまう。冒頭の話にもあったように、結構ねガットにこだわりなく何でも使ってますっていう人は絶対ガット一度見直した方がいいと思います。はい、必ず自分に合ってるガットってありますから、それがどんなガットなのかっていうのを聞かれてもなかなか分かんないんですよね。自分はこういうミスが多くてこういうことに悩んでますって言ったとしても、打球感が悪かったら、モヤモヤっとするでしょうし、やっぱりねそれは担当のコーチとかに聞いていただく方が一番いいんじゃないかなと、思いますね。実際ね、性質的には合ってないガットでも打球感がいいから、気持ちよく振り抜けるっていうことで、それが安定につながったりする人もいますし、一概になんて言うんでしょう、悩みを抱えててこの悩みを解決するためのガットですって処方箋みたいに出されてそれで治らないよっていう人も案外多かったりもすると思いますし、でやっぱりラケットとの組み合わせっていうのも大事ですからね。人、ガット、ラケット、この3要素で決まってくると思うんで、なかなか、このラケットにはこのガットがいいとか、こういう悩みを抱えてる人には、このガットがいいっていうのも本当に一概には言えない。そういう細かい微調整をすることもこのテニスの楽しみの一つではあると思うんで、それを楽しみながらね、いろいろ皆さんやっていただくと非常にいいことなんかなと、思ってるんで、ぜひね、
あの一旦、まあ、この動画見た日にですねガットの見直しをねちょっと考えてみてもいいんじゃないかなと思います。で、それをやることによってあの思いっきり調子崩す人もいますから、あのそこはちょっと気をつけてやってください。それじゃあね、あのそろそろ中盤戦に差し掛かってきたんで、ここから本格的にちょっと、試合の解説していきたいと思います。3-2ヌイサンポリードのモミマンサーブですね。はい、このゲームあたりからしっかりとラリーしていこうっていう意識を持ってちょっと、ストロークしてます。なので無理にね攻めたりはしないように意識してるんですけど、まあ、ここ真ん中ですね、ど真ん中に2球打ってミスらせます。サーティオール。さあここでできるだけヌイサンポとしてはこのゲームもう取って楽に勝っていきたいっていう感じなんですが、まあ、その中でも慎重にラリーしていって40-30ですね。さあこれ大チャンスです。 4-2 になればかなり大きいポイント。さあここもしっかりとつなげていく。さあつなげていって、まあこういう場面は結構相手のミスマッチでもいいんじゃないかなと僕個人的には思ってます。さあこういう甘いボールを攻撃したところをちょっとミスったんですけどね。まあまああの甘くなれば攻撃したらいいし、こういうゲーム展開の時はやっぱミスマッチっていうことも考えないと、絶対ダメですね。ミスマッチでポイントを取って相手のメンタルがガタ崩れになるっていうことも大いにあり得ることですから。あーもうほんまくそ。さあアドバンテージ縫い散歩ですね。このゲームここもミスマッチでポイントを取っていきたい、で相手のメンタルを崩したいということで、ここで相手のミスでポイントを取りました。 4-2 リードですね。これでだいぶ戦況的にはヌイサンポを、優勢になったはずなんですけど、まあ、ここですね、大事なのはこのゲームです。さあアウト50ラブ。ここを 5-2 にできるか、ブレイクされて 4-3 にされるか、ここ結構大事なターニングポイントだと思ってます。さあ30ラブ。さあここ入ってましたね、ちょっと気が抜けましたね。30-50。さあセカンドサーブ回り込まれて、そしてここクロス、ここも絶対ポイントが欲しいところ。 40-50、まあ、ここでゲームを取るのかヌイサンポ。さあ入りましたね、ここがアウトです。 40-30、 ここもできるだけ欲しいポイントですね。ここでダブルホルト、一番痛いミスです。この試合で最も痛いミスですねこれは。さあデュース、さあ返ってくる、でここミスですね。これがね、硬いガットで上がってくれないっていう弊害ですね。さあアドバンテージも見ます。さあこのゲームをなんとか取って楽になりたいところなんですけど、もみまんが結構ここでいいプレーをしてくると、詰めてきてスニークインボレーですね今のが、はい、今のプレーはいいプレーでした。 4-3 です。さあここしっかりラリーしていくんですけど、もみまんのミスがねやっぱりね、このゲーム始まっての序盤のミスが多いですね。先行される形が多いですから、ここはもみまんもったいないところです。さあヌイサンポはある程度ねもう、これも持ち上がらないんですよね。結構ヌイサンポつなげていこうっていう意思が感じられるストロークの仕方だと思うんですけど、ここをミスりましたね。 50-30 モミマンリード。まあ僕的にはねこのゲームまあ取れたらラッキーかなぐらいにしか思ってないです。もう 4-4 は覚悟してます。6-4で最後終わらせようぐらいのつもりで考えてますね。30オール。さあモミマンもちょっと打ち急いでますね。このゲーム欲しいんでしょうね。欲しいところでどういうプレーができるかが大事ですけど、さあいいサーブでモミマン 40-30。 さあここリターン返してストレート。さあここはきっちりヌイサンポ守備に入る。ここで攻撃してストレートがねこのミス多いっすよね。やっぱこのガット使ったらこのミス多いんですよ。4-4イーブンですね。さあここ逆をついて1本目50ラブ。さ
さあこのゲーム落としたらまあ縫い散歩もう終わりですね、正直アウト。サーティーラブ、こういうところで落とすか落とさないかが、楽に取ってくるかがやっぱり強いか弱いかの差になってきます。40ラブ、さあここゲームですね、ラブゲームで 5-4 縫い散歩リード、まあ、このあたりやっぱり縫い散歩と、まあ、もみまんの勝負強さの違いかなっていうところがあります。さあ1本目ミス、もみまんラブ50、センターサーブいいサーブでしたね、50オール。さあここは結構大事なポイント、ファースト入れてきて、さあしっかりつないでくる、どっちが取るかでだいぶ変わってくる。さあラリーが落ち着いたラリーをしてるのに散歩、まあ、結構リスクを犯してるのはもう未満かなと思います。さあここバック、さあここのボール生かしてスニークインボレーで出てくる、このポイントでかいですね、縫い散歩いいポイントを取りました。 30-50 縫い散歩リード。さあここリターン返してミスですね、30オール、簡単には取らせてくれない。さあセンターサーブ入ってる、さあここでボレー、なんとか手を伸ばして取りましたけどアウトですね。 30-40、 さあこのポイントもったいないですね。 5-5 2、3歩サーブ、さあセンターサーブいいサーブ入って、サーブで主導権握りたいところでアウトですね。 50 ラブ、2、3歩リード。さあここはセカンドサーブバックにしっかり入れてリターンミスですね。30ラブ、ここのゲームの出だしがやっぱもみまん悪いですよね。40ラブ、ほとんどがラブゲームで進んでいってます、僕のサーブの時は。さあリターン返す、これですね、持ち上がってくれない、やっぱ硬いガットの弊害ですね、何回も言いますけど。さあここミスもったいない、 40-30 このポイント大事、ここ取るともみまんの大チャンス。さあワイドにサーブ、そしてさあここクロス逆クロー抜かれていく、40オール。さあここでもう分からなくなってきましたね。さあワイドにサーブ、さあこの辺りはきっちり決めていく、アドバンテージ縫い散歩。さあセンターサーブ入りましたね、ゲーム 6-5 縫い散歩リードです。さあもみまんサーブワイドにサーブ入れてくる、アウトですね。さあ50ラブ、もみまんリード、ダブルホールドですね、もったいない、50オール。さあここしっかり返して、さあ縫い散歩ポジションがだいぶ後ろ、アウトですね。 30-50 縫い散歩リード、もうこうなるともうきっちりコートにボールを返したもん勝ちですから、返していく。さあここでも前に入っていく、ここでクロス持っていくが行き切ってないがアウトですね、ちょっと今の危なかった。さあマッチポイント縫い散歩、さあこのボールをストレートアウトしてゲームセットということでね、まあ本当にねこのエクスプローシブスピン、結構ねスピンかかる割には硬いんですね、だからちょっと手前で落ちてしまって、まあ、本来の対空時間っていうのがあまりなくてですね、やっぱちょっと早く攻撃されてしんどい形も多かったなっていうのがあります。ですので皆さんもねぜひね自分で、あったガットを、使っていただくように、意識してこれからやってみてください。というわけで今日はこんなところで終わらせていただきます。おつさんぽ、バイバイ。